いや、やっぱりパメラさんが幽霊だってことにまだ慣れてなくて、ちょっと怖いかなって。あらまあ、嬉しいこと言うじゃない。私が幽霊で怖いだなんて。うわ、ごめんなさい。別にパメラさんが嫌なんじゃなくて、幽霊ってことが。え、嬉しい？そうよ、私幽霊なのに最近は誰も怖がってくれなくて、メルルみたいな反応逆に新鮮だわ。そういうものなんですか。アールズじゃ幽霊なんて見たことなくて、初めてのことですから。そうね、アールズの人たちは幽霊のことみんな怖がってくれるみたいで、幽霊冥利に尽きるってやつね。あほらあほら、うわ、やっぱり浮いてる。本当に幽霊なんですね。すごいな。あら、もう落ち着いちゃった。なんでも受け入れちゃうタイプなのかしらね、メルルって。そうなんですかね。ルーフェスなんか非科学的だって絶対信じそうにないですけど。そうそう、そのお城の羊さんなんだけど、私が幽霊だって分かった時の顔ったら。メルルにも見せたかったわ。ルーフェスの驚いてる顔ってちょっと想像できないな。でもこうして話してると、パメラさんって全然幽霊っぽくないですよね。普通のお姉さんっていうか。当たり前じゃない、私幽霊である前に一人の麗しい淑女なんですからね。自分で淑女って言われても、淑女だったら怖がられて嬉しいなんて言わないと思いますよ。あら、メルルも言うじゃない。そんなこと言う子は私が取り付いてあげようかしらね。パメラさんなら大歓迎ですよ。私幽霊のお友達なんて初めて。面白いことになってきたかも。私もお姫様のお友達は初めてよ。それだけでもアールズに来てよかったわ。これからも仲良くしてくださいね。驚かされるのはちょっと勘弁ですけど。こちらこそ、パメラのお店ともども、どうかごひいきに。